か。皆さんこんにちは、こんにちは、ふうかです。さて今週紹介するドラマは天国の階段です。このドラマもね、2000年代初頭を代表するドラマだと思いますね。早速今日は主演俳優さんのお話から入っていきますが、まずクオン・サンウさん、そしてチェジュさんです。なんと美しき日々、冬のソナタに引き続き今回の天国の階段にも出演されているということでですね、やはりねこれ他にももちろん旬の俳優さんっていっぱいいらっしゃったと思うんですけど、日本ではやっぱ冬のソナタの大ヒットがあったので、このチェジュさんの作品っていうのが中心的に放送されていたっていう背景もあるかもしれないですね。でもやっぱどれもヒットドラマなのでチェジュさん本当にすごいですよね。そして、シン・ヒョンジュンさん、それからキム・テヒさんですね。この4人が中心人物になってまいります。でシン・ヒョンジュンさんはドラマも出てますけどね、映画によく出ておられる俳優さんというイメージですね。それからキム・テヒさんはですね、ソウル大学出身の、まあ、日本で言ったら東京大学みたいなもんですからね、もう才色兼備の女優さんというイメージでした。でキム・テヒさんはこのドラマで有名になったそうなんですが、ドラマの中ではねめちゃくちゃ性格が悪い役やったんですよ。でもすっごくねビジュアルは本当に美しかったですね。まあ、この4人が中心人物ということでございます。ではね、冒頭部分だけちょっとあらすじを紹介したいと思いますが、まずクオン・サンウさん演じるソンジュさん、それからチェジュさん演じるチョンソさんはですね、幼なじみの関係なんですね。そしてお互い初恋同士です。もうここはもう若干お約束みたいな、ね、前提ですよね。そしてソンジュのお父さんはソンジュのお父さんはグローバルグループの会長、そしてソンジュさんは御曹司です。はい、早めに来ましたこの御曹司。そしてチョンソのお父さんは大学の教授ということで、どちらもハイソサイエティな家柄で家族ぐるみの付き合いをしていたというところですね。しかしソンジュさんはお父さんが他界されていて、チョンソの方はお母さんが他界しているんですね。で2人とも片親家庭というか、でその寂しさも一緒にこう慰め合いながら成長してきたっていう感じです。しかしある日チョンソのお父さんが女優のミラさんという方と再婚することになるんですが、これがね悲劇の始まりなんですよ。でミラさんにはね前夫、だから前の夫との間に隠し子がいるんですよ。でそれがテファお兄さんとユリという妹、このね兄弟の連れ子がいるんですね。でまあこのミラさんがねまあかんおばさんなんですよほんまにね。でこの妹のユリも根性が悪いんですけど、このミラさんと妹のユリがこう結託して2人がね家庭内外でもうチョンソをいじめまくるんですね。まあ嫉妬からいじめるっていうような設定やと思ったんですけど、もうなんかそういうレベルじゃないですよ。結構えぐいくて、もういじめとかじゃなくて普通に犯罪レベルのことをやってのけるっていうね、まあ、分かりやすい悪役がいるっていうところですよ。でこの生活からチョンソは抜け出したいわけですね。でその幼なじみのソンジュオッパってお兄ちゃんって言うんですけど、そのソンジュお兄ちゃんと一緒に留学に行こうとするんだけれども、またこれがねあかんママ母ミラさんによって阻止されてしまうんですね。そしてチョンソはこの辛いいじめられる生活に3年間耐えて、やっとそのソンジュさんのいる留学先に行けるおっぱに会えるっていう日に、なんとねその義理の妹根性の悪いユリに車で轢かれちゃうんですよ。まあ、なんてこったっていう話ですよね。もういやそのユリさんはソンジュに思いを寄せてるんですよね。だからソンジュはチョンソのことが好きだけど、ユリはソンジュが好きで、もうユリずっとチョンソに対して嫉妬してるっていう構図ですよ。でとにかくチョンソを邪魔するんですけど、いやさすがに車で引くのはあかんやろみたいな、だって同じ その屋根の下住んでる異母兄弟なのに車で引くみたいな、この強烈なスタートでございます。
まあ、ここでねイボ兄弟と交通事故っていう要素が出てくるんですけど、さらにチョンソはこの交通事故で、ね、記憶喪失になっちゃうんですよ。でこれ実はまだ3話ぐらいまでですよ、今言ってるの。もうさ、この時点ですごい濃度が濃いですよね、本当にね。まあ、そういう不幸の出だしっていうことです。で私はね、このドラマはシン・ヒョンジュンさんが演じている連れ子のお兄さんの方ですね、テファオッパっていうんですけど、テファお兄さんがね本当にこのドラマいい仕事をしているというか、すごく好きなキャラクターでございました。で最初の子供時代の頃はですね、お母さんの、その義理のお母さんのミラさん、あ、だからテファさんにとっては実のお母さんになるんですけど、あのお母さんのミラさんがね、妹のユリにばっかり愛情をかけるわけですよ。でテファお兄さんの方はもう放置されてるんですね、ちょっと変な子だからもうこの子は知らないみたいな感じで放置されてて、こう親の愛情をねきちんと受けたことがない子供っていう設定なんですね。だからその人との距離感とか接し方がわからない孤独な子として出てくるんですけど、ある日そのテファお兄さんがもうミラさんとユリがあんまりチョンソをいじめるから、そのチョンソがかわいそうだっていうことでチョンソをねかばう発言をするんですね。でそうするとそれがミラお母さん本当に気に入らなくて、衣装部屋みたいなところにね閉じ込めて監禁しちゃうんですよ。ですけどその日一晩明けた次の日の朝がテファお兄さんの誕生日なんですよね。でチョンソはすごく優しい女性なので、そこにお兄ちゃんおめでとうって言ってわかめスープを作ってですね、プレゼントのマフラーと一緒にこう持ってってあげるっていうシーンがあるんですけれども、私はねこのシーンで初めて、あの韓国のでは誕生日の日の朝にわかめスープを飲むんだっていうのを知りました。で実際あの日本でこれが放送された時にも、あ韓国は誕生日の日わかめスープ飲むんですよっていう記事が出たりとかしてですね、話題になっていたと思います。でこの由来は、韓国のお母さんたちは産後にね体力回復食としてわかめスープを食べていたっていう頃から、あということから、誕生日にわかめスープを食べて自分を産んでくれたお母さんに感謝するということが由来なんだそうです。で、あのわかめスープって聞くとなんか日本だとわかめしか入ってないみたいな、お出汁にわかめ浮いてるみたいなイメージじゃないですか。でも韓国のわかめスープはミョッククって言うんですけど、あの牛肉が入ってるんですよね。で牛肉とわかめの炒め煮みたいな感じで結構ボリューミーで、あのめっちゃ美味しいです。甘辛くわかめと牛肉を炊いて、それがちょっとスープになってるっていうような味ですね。私もねたまに家で作ります。ただこれをなんか産後ずっと食べたって言ってるんですけど、わかめって結構ヨードが入ってるんで、なんかあの甲状腺が大丈夫なのかなとかね、私はちょっとあのなんというか職業病的に思ってしまうんですけれどね。でこのやっぱりわかめスープを誕生日の日に飲むとか、それからその誕生日の人にわかめスープを作ってあげるっていう行為自体がですね、その人の存在を祝福してますよってい こう愛情の証みたいなところが多分あるんでしょうね、韓国の文化的にね。でこのわかめスープを作ってもらったっていうのが、テファお兄さんにとってはね初めて人の優しさに触れる原体験として描かれているんですね。そして、まあ、自分のことをこんなに大事にあの思ってるっていうことを表現してくれたのはチョンソが初めてだっていうことで、この日からチョンソのことを愛するようになります。でそれがテファお兄さんにとっても初恋なわけなんですよね。で、まあ、最初はやっぱりこう距離感がちょっとおかしかったりとかはするんですけど、この時からもう生涯チョンソを愛し続けて、その時もらったプレゼントのマフラーもねこう大事に大事にずっと使うんですよ。もう大人になっても持ってるんですよね、そのマフラーを。まあ、これは物語なんですけど、物語だけでやっぱこの一途さっていうのがやっぱりねすごくいい味を出してくれてると思います。で、あの学生時代にねチョンソに絵を褒められて、でそれがきっかけでこう絵を極めて大人になってから画家になってはるし、もうチョンソ 100% みたいなキャラクターで、このねテファお兄ちゃんが本当にいい仕事をしているドラマでございます。まあ、そんなわけでですね、今日は OST の話をしていきます。この天国の階段の OST の中から今日は2曲をメドレーにして歌うんですが、まず1曲目が
チョングゲ記憶、天国の記憶という曲です。でこの曲はドラマの中でですね、私の大好きなそのテファお兄ちゃんがなんか出動するときに流れる曲なんですよ。なんかチョンソがピンチになってたりとか、チョンソ助けに行くぞっていうときにこう流れるんですね。なんでこの曲を聴くと、あのテファお兄ちゃんの奮闘をいろいろ思い出します。でギターのイントロがすごく印象的な曲なので、ドラマを見ていた方はあ、この曲だったなって思うかもしれないです。ちなみにこの曲のカラオケ音源を作るためにですね、あのギターのプラグインっていうのを買ったんですね。私はあの打ち込みでね、基本的に音源作ってるんですけど、このギターの綺麗な音が出るあの打ち込みのプラグインっていうのがあって、今回それが初披露でございます。これねブラックフライデーで買ったんでね、 20% オフでお得にゲットいたしました。そして2曲目はですね、主題歌ポゴシッター会いたいという曲でございます。もうこれはねキムボムスさんの回でも少し触れましたが、もうキムボムスさんの代表曲でございます。この曲はですね、ソンジュオッパの方がね辛い時に流れてましたね。このクォンサウンさんが本当ドラマの中で声を上げるほど号泣するんですよ。で韓国の男性ってこんなに泣くんかって思ったねシーンがねよくあるんですけど、この曲がね流れてさらにその切なさを助長するという曲でございます。本当にこれもメロディーが美しくてですね、ボムスさんのボーカルも本当に高音がガーッと伸びる感じで素敵で、この曲もですね何を言ってるんだろうなっていうのを歌詞を調べて、またこの内容がかなり激しいんですよ。これからね歌詞紹介しますけれども、あ、こんなこと言ってたんだということで結構衝撃を受けた曲でございました。これがガンバラの世界かというね、なんかガンバラの洗礼を受けたような曲でしたね。切実すぎるっていうね、このミッチルってね狂うようにとか、チュグルマン君とかね死ぬほどっていうような表現はあんまり日本のバラードっていうか歌ではそんなに出てこないと思うんですけれども、結構これねカンバラでは、まあ、時代にもよるところあるんですけど品質表現なんですよ。もうミッチェッツし、それからチグルマン君もよく出てきます。あ、多分ね来週紹介する歌にもチグルマン君出てきますね。まあ言葉が強いっていうか、なんでこのあたりのワードをあの覚えておいていただくと、あ、また出てきたって楽しめるかもしれません。では曲を聴いていただきます。チョングゲ記憶とポゴシプタの2曲です。はい、いかがでしたでしょうか。チョングゲ記憶、天国の記憶の方はですね少しキー低めだったんですけれども、やっぱ原曲のこのマイナーの雰囲気をね大事にしたいなと思ったので、こう2つだけキーを上げるにとどめました。そしてポゴシッター会いたいの方はですね、これいろんなバージョンがあるんですよね。特に2番の部分はあのキムボムスさんも毎回こう歌うときにいろんなアレンジを加えて少しずつ違う感じで歌ってるんですね。で今回は、まあ、ボムスさんのいろんなライブでの歌唱を参考にこう少しずつメロディーを組み合わせて自分なりに歌ってみました。また今日 YouTube に歌唱動画と収録風景の動画が上がります。歌唱動画の方は韓国語歌詞の下に日本語歌詞が表示されるようにあの編集していますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。で今週は土曜日にポゴシプタだけの動画も上げようかなと思っております。また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。